ノルベルト・ムラーラネトは、ブラジル・アラシャ出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。ポジションはゴールキーパー。アトレチコ・パラナエンセ2003年にサッカーのキャリアをスタートさせたクルゼーロ EC からアトレチコ・パラナエンセに移り、2010年に渡州するまでは同クラブに所属する。2009年8月16日にアレナダ・バイシャーダで行われたカンピオナート・ブラジレーロにおいての対バルエリ戦でトップチーム及びトップリーグにデビューを果たした。当時の同クラブ監督アントニオ・ロペスはロドリゴ・ガラットを正ゴールキーパーとして起用し、ネットのデビュー2戦目は同年11月29日の対ボタフォゴ FR 戦まで3ヶ月待たされることになった。2010年シーズンはアントニオ・ロペス監督がアバイ FC ポジション争いの相手であったロドリゴ・ガラットがリテックス・ロベチに移籍し、ネトは21歳にしてリーグ戦に全体において正ゴールキーパーとして活躍した。フィオレンティーナ2011年1月17日にイタリアセリエ A のフィオレンティーナに完全移籍した。移籍金は300万ユーロ、5年契約を結んだ。移籍初年度は、セバスティアン・フレー、アルトゥール・ボルツに次ぐ、第3ゴールキーパーとして、トップチームに所属した。2012年4月29日、アタランタ BC 戦で、セリエ A デビューを果たした。2012から13シーズンは、エミリアーノ・ビビアーノの、控え GK として、リーグ戦で6試合、カップ戦である、コッパイタリアに4試合出場した。2013から14シーズンは、背番号がそれまでの89から1となり、開幕から正 GK としてプレーする。ユベントス2015年7月3日、ユベントス FC への移籍した。契約は4年間。2017年5月17日、コッパイタリア決勝では、スタメン出場し、良いセーブを見せ、コッパイタリア制覇に貢献した。バレンシア CF2017 年7月7日、バレンシア CF に移籍した。FC バルセロナ2019年、ヤスパーシレス戦と入れ替わる形で、FC バルセロナに移籍した。2010年9月、国内リーグでの活躍と将来性から、マノ・メネーゼス監督によって、フル代表に招集される。2012年には、U-23 代表として、ロンドン五輪メンバーに選出され、グループリーグ2試合に先発出場。銀メダル獲得に貢献した。2015年5月24日、コパアメリカ2015の代表メンバーに離脱したジエゴ・アウベスに代わって追加招集された。ありがとうございます。